こんにちは、川辺真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。よろしくお願いいたします。はい、昨日ご紹介した石屋 T シャツです。レディースの M でパッツパツになるのが怖かったんですが、パッツパツまでいかずにほっとしております。入らなかったらダイエットするしかないと思っておりましたが、いやでもね、夏海行きたいんでおかしいですよね、このルックスで。夏海行きたいんでとか言うな、くる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 です、もう私はい、ということでございまして、貴重なお時間いつもありがとうございます。感謝しております。ありがとうございます。はい、今日届きましたのはとっても平凡なもので、お分けするのもお恥ずかしいのでございますが、実はこれも10日以上前に来てまして、で開けるもんがなくなったら開けようと思ってましたら、これの元々の在庫がなくなってしまったので開けざるを得ない状況になりました。はい、これはもう必ず我が家に 毎日あるものです。軽いです、薄いです、のりでございます。はい、わけあり焼きのりです。楽天で、よく買うんですが、だいたい1000円送料込み、約1000円送料込みで、のりいっぱい売ってるんですね。で、50枚のとか40枚のとか30枚のがあります。値段は一緒ですけど、枚数が少なくなるということは1枚あたりの単価が高くなります。で、昔はですね、まあ質より量と思って50枚もを買っていたんですが、だいたい50枚も2人じゃないですか。で、しかも食の細い高齢夫婦ですよ、減らないんですよ、海苔が。海苔がであんまりバリバリ食べないんで、で、それでですね、最後の10枚とか20枚かなりしけってきちゃうんですね。それだったらもう最初から数少なくでいいやと思って、これ30枚です。ということは1枚33円ぐらい、もう細かいことはいいですから、はい、すいません。ということでございまして、海苔です。で、海苔は私ね、海苔も本当に大好きで、子供の頃から海苔が大好きで大好き。あ、海苔持ってると石庵が見えないですね。こう、海苔のおむすび T シャツみたいに今なってますね。はい。ということでございまして、子供の頃ってこんな焼き海苔なかったんです。古い人間ですので。大体が、なんて言うんでしょうか。普通、焼いてない海苔なんですよ。で、大体こう、二つにこう折って、紐みたいなんで結んであって、あるんですね。で、それを、どうやって食べるかというと、生海苔ではないんですけど、焼いてない海苔ですね。乾燥海苔というのかな、乾海苔っていうのかしら。で、それを大体、海苔と海苔を合わせて、しかも、ザラザラ麺が外に来るように合わせるんでしたっけ、ちょっと覚えてない。ザラザラ麺、ツルツル麺とザラザラ麺ありますよね。ツルツル麺同士を合わせて、そしてそれを火鉢ですよ。火鉢で合わせて、ビローンビローンビローン。まあこれ私、なんか、朝、よくそうやって焼いてましたね。そういう指図を受けて。こうでしたっけね。確かそうだと思います。そしたら香りが逃げないとか言うんで、で、こう焼いて。で、焼いたのを折って、で、こう分けて。で、ちょっとお塩つけて食べると。で、パリパリ。で、ところどころちょっと焦げてたりする感じで、まあ、風情がございました。まあ、今はもう最初から焼いていますので、このまま。で、我が家でこれ食べるときって、もうほぼ、ワンパターンです。これは、手巻き寿司です。お魚の日、まあ、お魚の日ってほとんどがお魚の日なんですが、和食の日で、お魚が、なんか寿司に合うなぁと思ったら、もうほら田舎に住んでますから、そう、簡単にお寿司とか買えないですしね、もうとにかく何でももう自給自足ではないですが、自分で作るしかないんですよ。だからといってお寿司握り器も買ったんですよ。握り器というか、綺麗にこう
こう、こんな感じでできないので、こう、お寿司の形の穴が開いてて、ピッて置いて、ご飯をペペペ、酢飯をやって、ピッピッピッて押して、ピッて開けると、寿司飯の、酢飯のこう、握りのポンポンポンと残って、それに魚を、ペットのわさび魚乗せたら、握り寿司みたいな感じなんですが、ちょっとそれもめんどくさいので、もう、手巻き、うん、刺身とか、うん、なんか、卵焼きとか、なんかいろいろですね。で、それで、食べます。それはそうですね。1週間に1回ないですね。2週間に1回ぐらいですか。ですから、30枚でも十分持ちます。ということでございまして、海苔は美味しいですね。この海苔はどちらの海苔？有明海の海苔だそうです。はい。中央区日本橋稲葉園の有明海産一番摘み海苔し、一番摘み海苔塩、一番摘みプレミアムでございました。はい。ということで。あら。なんか LINE が来ました。はい。あら、三条お利口さんですね。また褒めていただきますよ。こんないつもお利口さんにしててね。はい、いい子、いい子、はい、いい子でしょ、いい子でしょ。ピン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 。向こう向いてたね。向こう向いて。正面向いて。正面じゃないけどね。はい。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。石子、石山もよろしくお願いします。ポンポン。